talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Hi everyone, 皆さんこんにちは。英語スクローラーのゆかりです。今日は発音の大事さとどうやって発音を伸ばしていくのかっていうことに関してシェアしていきたいと思います。結構ですね、最近本当にひしひし発音むちゃくちゃ大事だなと思っています。で、昔はそんなに大事と思ってなかったんですよ。なんでかっていうと、別に発音がそんなネイティブじゃなくて、みたいじゃなくても伝わるし、そんな発音ってね、発音変だよとか、なんかすごい言ってくる人もいるし、そんな気にしなくていいじゃんとか思ってて、まあそういう意味ではまだ思ってるんですけど、でもね、発音って相手に伝わるように発音するっていうことだけが、発音の必要性じゃなくて、実は発音って英語力の基礎となるものっていうことに最近実感していてですね、これも絶対重要だから伝えたいと思ってこの動画を作ることにしました。なんでね、そういう風に考えが変わってきたかっていうと、やっぱりスクールを運営するにあたってたくさんの生徒さんを見ていく中で、そして、私の周りに英語学習者たくさんいて、すごい英語が上手な人もいっぱいいるんですけど、そういう人たちを見ていると、やっぱりですね、発音力っていうのが英語力に直結してるんですよね。もちろん、ベタベタの日本語英語で英語ペラペラって人もまれにいますけど、でもやっぱりね、こう全体的に見て発音がいい人は英語力も高いです。じゃあそれはなんでかっていうと、発音が良くなるとですね、リスニングがもう飛躍的に伸びるからです。でもそれはそうですよね。自分が言えるものって聞けるんですよ。逆に言ったら自分が言えないものは聞けない。今ね、ドイツ人の人とやり取りをしていて、その人の名字がもう全然読めなかったんですよ。これどうやって発音するのみたいな。で、ボイスメッセージ送ってもらって、こうやって発音するよって教えてもらったんですけど、それ聞いてもね、は？ん？っていう感じで全然聞こえなかったんですよ。なんだけど、すごいゆっくり発音してもらって、ドイツ語特有のシュッって音とか、みたいな音とかも解説してもらって、ゆっくりゆっくり発音してみたら分かったんですよ。で、最終的には、あ、もうそれそれみたいな、ほぼほぼ合ってるよって言ってもらえるまでに発音できたんですけど、やっぱそうなると完全に聞こえるんですよ。その普通の速さで向こうがその自分の名前言われても聞こえるんですよね。ってことは、やっぱり発音できないものは聞こえない。もう名前みたいな超短いものだとしても、はってなるし、でも言えたらもうそのまま聞こえてくるんですよね。あ、確かにそうやって言ってるねみたいな感じで。だから発音ができるようになると聞けるってことは、リスニング力が伸びるっていうことなんです。で、今度リスニング力が伸びると、スピーキング力も比例して上がっていきます。なんでかっていうと、キャッチできる情報がすごい多くなってくるんですよね。で、リスニングがあんまりできない状態だと、もう聞くのに精一杯で、こうなんか相手の言ってる、この、あ、いい表現あったとか、あ、この単語いいじゃんみたいなのを、こう、キャッチして、自分も使ってみるみたいなことって、割と無理じゃないですか。なんだけど、リスニングができると余裕ができて、相手の言ってることをちゃんと理解しながら聞くことができて、いろんな表現をね、キャッチして、で、そのままそれを使ってみるっていうことがすごくできるようになるんですよ。そして、結果としてスピーキング力が上がる。私は去年、キャンブリーさん、オンライン英会話のキャンブリーを使って、1年間、週に5回30分間ネイティブと話し続けたんですよね。で、その時にはもうリスニング能力がある程度あったので、会話を通じてどんどん相手の新しい表現をキャッチしてアウトプットしてっていうサイクルを毎日毎日繰り返したおかげで、本当に去年1年でスピーキング力爆上がりしたんですよね。その動画も作ったので、よかったら概要欄から見てほしいんですけど、そんな風にですね、やっぱり根本は発音なんですよ。発音があってリスニングがあってスピーキングがやってくる、この順番。だから土台となる発音がなければ、リスニング力も育たないし、スピーキング力も伸びていかない。だからめちゃめちゃ大事なんです、発音。じゃあどうすればいいのか、発音どうやったら伸ばせられるのかっていうのを今からシェアしていきたいと思います。今日は動画の最後に発音に関する大切なお知らせがあるので、そちらまで見ていっていただけたらと思います。まず発音のもう基礎中の基礎、一番大事になってくるのはフォニックスです。フォニックスっていうのは、英語圏の子供たちが絶対習うものなんですけど、英語の音とスペルを一致させる、ルールを学ぶものなんですね。私の個人的な経験なんですけど、私は最初、このフォニックスを A から Z まで学びました。ABCD のやつですね。これを A から Z まで学んで、それだけでもね、だいぶ発音が変わりました。このフォニックスの A から Z までを身につけて感じた変化は、洋楽が聴けるようになったっていうことです。私洋楽大好きで、いつもね、聞くんですけど、なんかある時から、あれ？
なんか聞けるみたいな。やっぱりそれも A から Z までの正しい音の使い方を覚えることで、今まで例えば、ヒム、ハヒフエホのヒと、マミムメモのム、ヒムって覚えてたのが、ヘン、ヘン、みたいな。あ、全然違うんだっていう、なんかそういうのを一個一個分かっていって、そうするとやっぱりこう、歌詞とかもね、すごい早かったとしても、なんかキャッチできるようになったんですよ。これはすごいと思って。なので、フォニックスはですね、大人も絶対やるべきだと思います。もう子供用のでいいです。私もキッズ英会話で働いてる時にそれ身につけたので、まあ、とりあえず A から Z まで。これだけでも発音がちゃんとできるようになると、もう全然変わってきます。発音を上達させるために必要なこと二つ目。これ私がやったことの二つ目でもあるんですけど、英語独特のリズムを覚えることです。これはね、私はネイティブのセリフ完コピー。で、学んだんですけど、私ね、セックス・アンド・ザ・シティがすごい好きなので、そこのワンシーンを切り取って、もうね、役になりきって、同じ速さで同じような発音で言えるようになるまで、ね、何度も練習したりしてました。まあ、完全に自己満なんですけど、これをやることによって、もう自然とネイティブらしい英語のリズムとか、抑揚とか、イントネーションとかが、だいぶ分かってきたなっていう感じがしました。フォニックスももちろんなんですけど、やっぱり、英語はリズムが命なんですよね。なんか極論言ったら、その変な発音っていうか別にそんなにフォニックスやってなかったとしても、リズムがちゃんとある人って聞きやすいんですよね。逆に、たとえフォニックスが素晴らしかったとしても、何ですかね、単語全部ブツ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 切って、一回一回止めて話す感じの人は、むちゃくちゃ聞きにくいです。もうリズム命です。ネイティブの完コピはちょっとハードルが高いので、まあ、好きな人はねやってもらったらいいと思うんですけど、そうじゃない人はおすすめするのは次のトーイックで、完コピするです。これは私もやったことの一つで、これやった後ね、かなりリスニング伸びたなっていう感じがありました。私が何やったかっていうと、トーイックをね、受けるので勉強のために公式問題集買ってきて、リスニングのセクションで、ネイティブみたいにネイティブの速さで同じように言えるんだったら、絶対全部聞こえるじゃんと思って、もう全部完コピしたんですよ、その問題集。4冊ぐらい買ったかな。だから8個ぐらい、公式のこうテストを、のリスニングを全部同じ速さで同じように言えるまで練習したんですよ。むっちゃ地味じゃないですか。でもトーイックのリスニングってそのリアルなネイティブの会話に比べたら断然遅いのでゆっくりなのですごいやりやすい。最初は難しかったんですけどもちろん、ドラマとか完コピするよりは優しいと思います。でもこれはね本当に効果ありましたよ。なんでかっていうとリスニング満点だったので、そういった感じで、フォニックスで基本を身につけて、完コピを通じて、リズムを手に入れていったんですけど、まだまだね、なんかこう、満足はできてないぞっていう時に私がやったことは、自動書とオーディオブックを使って、これまた完コピです。Diary of a Wimpy Kid っていう英語系の有名な本があるんですけど、これね、すごい簡単というか、男の子がね、ダイアリー、日記書いてる手、のお話なので、すごいなんか口語っていうか、本なんだけど、すごい読みやすいんですよ。だからそれを使って、オーディオブックも買って、とにかくですね、そのオーディオブックを完コピしましたね。で、どうやってやったかっていうと、録音アプリを使って、自分が納得いくまで、お手本に、あ、だいぶ近づいてきたなってなるまで、何度も練習して、で、その動画を当時、コミュニティ、英語のコミュニティやってたので、そこでみんなに共有してたんですよね。で、なんかピアプレッシャーみたいな感じ。みんなもやってるし、私も頑張ろうっていう感じで、毎日投稿してましたね。これはだいぶ効果があったと思います。オーディオブックってゆっくり聞けるんですよね。0.75 とか 0.5 倍速とかにできた気がするので、ここの音のつながりどうなってんだろうとかは、すごくゆっくりにして聞いて、あ、こういう風に音が流れてってるんだなっていうのを理解して、それを真似していきました。で、この間嬉しかったのが、ドイツ人の方と話した時に、ほぼ日本語アクセントないねって言われたんですよね。ほぼほぼネイティブみたいな感じだねっていう風に言ってもらえて、すごい嬉しかったんですけど、あとね、発音がちゃんとできるようになると、英語話すとむちゃくちゃ楽になります。むちゃくちゃ楽になります。前はうまく話せない時って、つっかえだし、なんか息止まっちゃうし、話しにくいなっていう感じだったんですけど、やっぱりちゃんとした発音の方法とかリズム感とか息の使い方とか覚えてからは、ものすごくね、英語が楽になりました。こんな感じですごくね、発音ができるようになると、いいことがたくさんあります。はい、ということで今日は、なぜ発音が大事なのか、そして、どうやって発音を伸ばしていくことができるのか、についてシェアしました。
で、ここでお知らせなんですが、9月からですね、9月からというか9月いっぱい、1ヶ月の発音集中コースを開設します。先ほどもお伝えしたフォニックス、基礎のフォニックスと英語のリズムを身につけられる、集中的なコースとなっています。このコースの対象となる方は、ビギナーさんです。はい。今はね、全然発音とか全くわかりませんっていう状態から、伝わる発音を身につけて、リスニング力もアップさせて、そして自分の話す英語に自信を持ちたいっていう方のためのコースです。詳しいことは概要欄のリンクから見ていただきたいんですが、普段は動画レッスンでご自身で学んでいただいて、月に2回のグループレッスンだったりとか、あとは1回個人レッスンもあります。LINE のチャットで毎日仲間と一緒にアウトプットすることもできるので、一人だとちょっとサボっちゃいそうっていう方もモチベーション高く続けていくことができます。本当にね、発音変わると英語学習全く違ってくるし、英語話すのがね、めちゃめちゃ楽しくなってくるんですよ。やっぱり発音いい私、かっこいいみたいな。そう。だから、まあ、もちろんね、英語力を上げるっていう意味でもそうですし、やっぱり自分に自信を持つ、自分の英語に自信を持つためにも、よかったら、こちら遊びに来ていただければと思います。Alright, that's it for today. How was that? いかがでしたか？役に立つなと思ったら、いいねお願いします。Alright, thank you so much for watching. See you guys very soon. Bye!